皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は大阪府藤井寺市と羽曳野市の古市古墳群を回っておりますが、今私が来ておりますのは藤井寺市の墓山古墳、こちらも世界遺産登録の古墳になります。5世紀前半の前方後円墳でして、全長が225メーターですからかなり大きいですね。古市古墳群の中でも4番目か5番目の大きさだと思います。こちらの説明にありますように、墳丘は三段構築ですね。で、埋葬施設もあるということなんですが、まあ実際そちらの調査はされてないようですね。ただ、墳丘には葺石があり、円筒埴輪や継承埴輪が発見されているということになっております。さあ、こちらが今おりますのが、前方部角なんですけれども、残念ながら、前方後円墳黄金のアングルは確保できないですね。周りにはいろんな建物で、すぐ後ろにはお墓もあります。本当にこの墓山古墳というだけあってお墓があるんですけども、前方部の底辺部しか見られないのが残念なところです。規模としてはですね、かなり大きい前方後円墳ですから、調査がされればですね、かなりの、地位にあった人の墳墓ではないかと思われるんですが、外から見たら残念ながらそうですね、ちょっとこのような角度しか見れないのが現状です。まあ、世界遺産登録の古墳、いろんな大きさ、いろんな墳形のものがありますけれども、古市古墳群やはり前方後円墳が多いですし、前方後円墳がこうやってかなりの規模の前方後円墳がね、固まってるというのはやはり他では見られない、この地域独特のことではないでしょうか。まあ、いろいろ綺麗に見れる前方後円墳、他古墳もありますんでね、セットで回ると楽しめる古市古墳群であります。本日は墓山古墳に来ております。